ACOA as a tournament to find the scariest storyteller for Kaden, Urban Legends, or Hitacoa regardless of genre. Tonight, we will bring you the most popular scary stories told at ACOA.余命半年、オカルトキノコ、松原タニシ。松原タニシです。よろしくお願いします。事故物件住みます芸人というのをやっておりまして、今までで5年間いろんな事故物件住んできたんですけれども、そもそものきっかけというのが、北野誠のお前ら行くなという番組のトークイベント、そちらが心斎橋の大丸劇場でありまして、そのゲストとして若手芸人何人かいないかということで、大阪の芸人いないかということで、誰でもいいということで僕が手を挙げたら、僕しか手を挙げなかったということで、僕が出ることになったんですけれども、その時に話したお話というのが、今はまた別のところなんですけれども、当時松竹芸能、10年ぐらい前ですかね、松竹芸能の養成所がオーキャットという、商業施設の、地下にありまして、そこで僕もネタ見せ、というものに参加してたんですけれども、この事務所のライブに出るための、オーディションライブみたいな、オーディションネタ見せみたいなのがあるんですけれども、そこにいつもライブに出てる芸人が来ないということになりまして、あいつ何してんねや、オーディションなのにということで、仲のいい芸人たちが、その来ない芸人の家がその養成所からすぐ近くのマンションにありますんで、ちょっと呼びに行こうということで呼びに行ったんですね。するとドアは開いてて、あれ鍵はかかってないな。で中を覗くと、カーテンを完全に閉め切って、部屋にろうそくをいっぱい立てて、ひたすら台所でキャベツの千切りをしてたと。で部屋にはもう人参だの野菜などのこの千切りにしたこの野菜が散らばってるんですね。でお前何してんねんって言って、でなんとかこうちょっと話をしようとするんですけれども、なかなかこう日本語が通じない状態になっていて、結局そのキャベツを千切りをしていた芸人は、そこからちょっと精神の方がおかしくなったのか、実家の山口の方に、両親に迎えられて、帰っていきまして、そのまま松竹芸能を辞めたというのがありまして、でその部屋、養成所から近くて安いので、また別の芸人が住んだんです。それから半年後、まだ養成所のネタ見せで、あいつが来ない、あいつが来ないとなって、で、仲のいい芸人が見に行くんですね。また同じ部屋。同じ部屋に住んでる芸人が養成所に来ない。そして同じ部屋に見に行く。ドアノブをひねると鍵が開いている。前のあのパターンと同じやなということで。で中を見ると、またカーテンを閉め切ってろうそくを立てて、今度は T シャツとか衣類をね、もうカッターナイフでビリビリに破いた状態で真ん中で体育座りをしてうずくまっていたと。で結局その芸人もちょっと日本語が通じなくなって松竹芸能をやめていくんですけれども、そういう話をしまして、お前ら行くなのトークライブで、それを聞いた北野誠さんが、谷氏お前そこに住めということになりまして、そこから事故物件の企画が始まるということなんですけれども、結局僕そのマンション住めなかったんですよね。住めなかったんですけれども、実際に行ってみたんです。するとですね、入り口から謎の赤と黄色と白のテープが貼られてまして、で各部屋にこう矢印みたいにね、こう繋がってるんですよ、そのテープが。なんか気持ち悪いなと思って、で各部屋の玄関のドアの、なんていうんですか、覗き窓っていうのがなくて、外からこうパカッと開けて中を覗けるような、そんな変な作りのドアになってるんです。で1階の養成、1階のこのなんていうんですか、窓、すべての窓が全部鉄格子で覆われてるという奇妙なマンションでして、ここって精神病院じゃないのかなと、そんなこと思ったんですけれども、実際契約しようと思ったら、なぜか入居を断りということで住めなくて、で北野誠さんが選んだ大阪殺人事故物件で検索して一番上に出てきた物件を僕は住まされるということになって、事故物件芸人が始まるんですけれども、このようにですね、松竹芸人って変な物件に住んで頭がおかしくなることが多いんですよね。実は僕が今話した話以外にも、大阪市の N 枠、D 国庁、
まあ、これだけではちょっとちゃんと隠せてると思うんですけれども、あります、 Y マンションというところに住んでおりました、芸人が、まあ、いるんです、まあ、仮に西川さんと、名付けようと思うんですけれども、その方がですね、芸人3人でルームシェアをするんですね、はい、で吉岡さんという一番先輩の芸人、そして菅さんという2番目の先輩の芸人で、西川さんという一番後輩の芸人が3人でルームシェアする。でその部屋っていうのが、まあ、2K2 部屋あってキッチンがあって4万3000円で安いんです。ただなぜか五角形なんですよね、はい、で、6畳の洋室、ここはなぜかベッドが備え付けられてるんですけど、そこに一番先輩の吉岡さん、で4畳半の和室、ここに2番目に先輩の菅さん、そしてキッチン2畳半、ここに西川さんが住むということ、寝床にするということで生活が始まるんですけれども、一番先輩の吉岡さんがですね、ずっと家で寝てるんです。仕事そこそこ売れてて仕事もあるはずなんですけれども、西川さん曰くずっと寝てるんですよね、吉岡さん。あれなんでだろうなと思ってたら、案の定劇場にも行ってない、テレビの仕事も飛ばしている、そういうことでなんかいろいろ問題になりまして、結局吉岡さんそのまま松竹芸能を辞めて行方不明になると言いますか、まあ逃亡するんです、部屋に荷物を残したまま。でどうしたんやろ吉岡さんという話を先輩の菅さんと話してるんですけど、今度は菅さんが、いやなんかな西川、この部屋な夜中1時になると下の階からガチャってドアが開いてコンコンコンと登ってきて、で俺らの部屋で泊まってるのよ、下の階の住人がなんか夜中に俺らの部屋に来るねん、気持ち悪いねんっていう話をするんですね。で一回ちょっと見に行かへんか、301号室で、まあ西川さんたちが住んでた部屋っていうのは401号室なんで、その真下の階、ここを西川さんと見に行く、西川さんと菅さんが見に行くんですね。で、まあ、誰も住んでないんですよね。あれじゃあ誰が登ってきてるんだろうってことで、ドアノブにガチャって開けると開くんです。あ、開いた。で中を見てみるとガラーンとしていて、誰ももちろん住んでいない、もう家具も何も荷物もない状態なんですけど、まあ、吉岡で同じ作りなんですよね、部屋の間取りが。で吉岡さんが寝ていたこの備え付けのベッドのある部屋、6畳の洋室の部分にベッドじゃなくて学校机と椅子がなぜか置いてあるんですよ、ガランとした部屋の中にポツンと。あれなんやろうと思って2人で見に行くんですね。すると机の上になぜか行方不明者の名前が書いた新聞のスクラップ記事がバン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 っていっぱい置いてある。え、気持ち悪、ちょっともう見なかったことにしようって言ってドアを閉める。そこからですね、まあ、しばらくして菅さんが今度はねおかしくなるんです。この西川さんにもお前お前とか言いながら物を投げつけたり、すごい暴力的な性格に変わってしまうんですね。え、なんか菅さん性格変わったなと西川さん思うんですけれども、まあ、それからすぐして、彼女に DV をして、彼女が警察に訴えて、まあ、ちょっとした問題になりまして、菅さん松竹芸能を辞めていくことになるんです。で残された西川さん、結局一人でその 2K の部屋を、まあ、1ヶ月だけ退去の日まで、一人で過ごすことになるんですけど、一人で、まあ、キッチンの部屋で寝ていたら夜中1時下の部屋がガチャって開く音がするんですよね。あ、これ菅さんが言ってたやつやと思って、ガチャっていう音がして、そのままコン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 と階段を上る音がする、コン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 と自分の部屋の前で止まってるんです。で菅さんの寝ているキッチンっていうのは玄関の扉の真ん前なので、この扉の向こうに誰かがいると思ったらもうすごい怖くて、パッと吉岡さんがいたこの備え付けのベッドの部屋を見るんです。すると薄明かりなんですけど目が慣れてきて、このベッドの下に小道具が置いてあるんですけれども、その小道具っていうのがなんかドッジボールみたいな丸いものが見えたらしいんですよね。で吉岡さんそのまま荷物残したまま飛んでいったんで、ずっと荷物が残ってある、その丸いドッジボールがグググググググッと動くんです。で、あ、これ見たらあかんやつやって思った瞬間目が合うんですよね。そのドッジボール顔なんですよ。でこれはあかんって思ってすぐに部屋を飛び出す。もう目の前に誰かが、玄関の前に誰かがおるなんかもう関係なくバッて部屋を飛び出す。で無我夢中で階段を降りたら、気づいたら301号室のドアを開けてたんです。あれなんでと思ったら、で301号室の学校机の椅子があって、そこに謎の人物が座ってて、その人物の首がニョーンって天井まで突き抜けてるんですよね。あ、これこういうことかと。あのドッジボールの顔、
1階下の階のこの学校机の椅子に座ってるやつの首が伸びて僕の部屋まで突き抜けててこっち見てたんだと。そう思った瞬間パッパッパッとフラッシュバックが来て、なんか吉岡、菅、西川、行方不明っていう新聞記事のスクラップ記事がこうフラッシュバックで思いなんか目の前に浮かぶんです。でダメだってすぐに出てコンビニでその日を過ごすんですけれども、それ以外退去したと。まあその日は僕次住もうと思ってます。ありがとうございました。Thank you for your viewing. Please follow this channel.